フッ素樹脂塗装とは、フッ素樹脂の技術を応用した塗装である。世界で初採用されたのは1988年に登場した日産ローレルである。また、この技術は、建築にも用いられ、赤潮橋などの橋梁などに採用されている。アクリルウレタン塗料は約5年、アクリルシリコン塗料は約10年で光沢が約20%も減少してしまう。 それに比べて、フッ素樹脂塗料は試行後20年経っても90%の光沢が保持されているという。その効能として、発水性能や耐光性能をより一層高め、洗車の際のブラシや砂塵などで生じやすい、ヘアスクラッチや薬品や日光等によるシミの発生を防ぐなどが挙げられる。他の塗料と比べると高価な塗料ではあるが、耐久性、衣装性などの面から、 長期的に考えれば、経済的な塗料と言われている。日産、ローレルに採用された後も改良を重ねられ、スーパーファインコーティングから、スーパーファインハードコートに、進化、順次日産の高級車を中心に採用車種が、拡大された。一時期は、セフィーロ、パオ、ラシーン、シルビア、プレジデント、プリメーラ、サニー、プレセアなどの様々な車種に展開され、 近年では、ティアナやスカイラインにも採用されていた。しかし、近年の塗装技術が向上したことやコスト削減の煽りを受けて、順次オプションから外されていった。2008年現在、プレジデント、スカイラインクーペに採用されているだけとなっている。廃止した代わりとして、日産では、ゴイヤーズコートというガラス系コーティングを、ディーラーオプションで用意している。ありがとうございます。